はい、おはようございます。お疲れ様です。アンナちゃん、眩しい。私服チェックでございます。はい、ということで今日のお洋服紹介してもらいます。まずアウターからいこうかな。アウター、これはちょっとどこのやつかわからない。安いやつです。みんなどこのやつかわかんないんだね。これ安いやつです。なんか適当に家にあったやつ着てます。はいはいはい。なんかのそれワンピースに寄ってる。ワンピースです。ニットワンピか。はい、かわいいね。真ん中レースこれが、マーキュリーディオの1万5000とかかな。そんな高くない。あ、しかもそれ手袋。あ、これは、なんだっけ、フランフランの1500円とか。バッグは？バッグもどこかわかんない。バッグもどこかわかんない。安い。あんまりじゃあ気にしてないんだね。6000円とか。ハイブランドがいいとかあんまりないんだね。あ、特にないかな。靴か。靴は？靴はランダの、足が 19.5 センチですごいちっちゃいんで。19.5。8000円とかかも。じゃああんまやっぱかなちゃんもキラキラ系のハイブランド固めがしないタイプなんだ。ハイブランドで固めてる子に入るづらいじゃないですか。ああ、なるほどね。私がお客さんだった時に、そういうのだと入りづらいなっていう抵抗が、なるほどね、私だったらあるんで、はい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 、それはやめとこうかなみたいな。あ、なるほど、ちゃんと考えてるんですね。で、アクセサリーは全部もらい物なんで、ネックレスもピアスも、わかんないです。なるほど、だそうです。はい。ちなみにこの後の流れは分かってると思いますけど、そのカバンを見るかもしれません。では